リオンマグナス参上いたしました。うん、本日はハーメンツにおられる司教殿をストレイライズ神殿まで護衛してもらう。グレバムの事件以来、未だ神殿は人手不足だ。そこで何としても本日中に司教殿を送り届けてもらいたい。お主にとっては容易な任務やもしれぬが、この任務の意義は大きい。心してかかってくれ。は、以前にも伝えたが、今回我が軍から二人の兵をお前に預ける。ウィルです。リオン様と一緒に仕事ができるなんて光栄です。おいジョブス、お前も挨拶ぐらいしろ。おい、お前俺より年下だろ。マジで大丈夫なのか？ジョブス、それだから君には隊長は務まらないと言われるんだ。申し訳ありません、リオン様。俺はお前みたいに格好つけじゃないんだよ。私はお前のように浅い人間じゃない。んだとこの。おい、やめんか貴様ら。王の御前だぞ。失礼しました。以前にも話しているが、お前たちのどちらかを隊長に継ぐ。それでリオン、その判断をお前に頼みたい。私が決めるのですか？我々の間でもどちらを隊長にするか意見が割れてしまってな。そこでお前にならその判断を任せられるということとなった。これは我々の総意だ。引き受けてもらえるか？わかりました。それでしたらお受けいたします。すまないな、客員兼使であるそなたにこのようなことまで頼んでしまって。今回の任務が終わった時、どちらがより隊長にふさわしいか判断をしてくれ。はい、お任せください。ジョブス、そしてウィルよ、今回の任務遺憾でどちらが隊長になるか決まる。自分の考え、能力、全てを出して任務に当たれ。はっ、お任せください。了解。ちょっと待ってくれ、ジョブス。何のつもりだ、ウィル。君とは正々堂々やりたい。どちらが隊長になっても恨みっこなしだ。ったく、マジかよって思ったけど、まあいいか。お互いこの人の足手まといにならないよう頑張ろうぜ。一つ言わせてくれないか。僕はこの任務、お前たちに与えられたものだと考えている。お前たちがどのように任務を遂行するか、それを見届けてどちらが隊長にふさわしいか判断する。いざという時の尻拭いをするのは僕の役目だ。思う通りにやれ。よっしゃ、なら俺は俺の好きなようにやらせてもらうぜ。勘違いするな、そういうことじゃない。常に二人で判断して任務を遂行しろ。二人でですか？そんな無理だぜ。俺とウィルじゃまとまるものもまとまらねえよ。だったらお前はこの任務を降りるんだな。分かったよ、ウィルとやればいいんだろ。二人で判断する、何か意図があるのですか？余計なことを考えていないで、さっさと任務へ向かえ。失礼しました。では行くぞ、ジョブス。おい、たった今二人で決めるって言ったばかりだぞ。大丈夫なんですかね、あの二人。どちらも体調には不安な感じですよ。それを見極めるのが僕の役目だ。僕たちもハーメンツの村に行こう。ここはお連れの方を無理にでも連れていくしかない。まともに歩ける状態じゃねえよ。連れて行けるわけないだろ。どうした、何かあったのか？リオン様、実は司教様のお連れの方が倒れてしまったのです。けどよ、司教様がその連れと一緒じゃなきゃ神殿には行けないって言うんだ。司教様、お連れの方の具合は？ここまでの旅の疲れだと思います。休ませておけば良くなると思いますが。おや、あなたは？リオン・マグナス、今回の護衛任務の責任者だ。そうですか、あなたが。申し訳ないが、私は弟子を置いてはいけない。しかし、司教様を神殿にお連れしなくては。お連れの方は我々で運びますから。
あの様子じゃ無理だって。もしもの場合はどうするんだよ。では本日中に司教様を送り届ける任務はどうなる。私たちの隊長の話だってそうだろ。そんなの関係ねえ。人の命よりお前は任務が大事なのかよ。違う、そこまで言ってない。だが陛下の言葉を思い出せ。この任務の意義は大きい。失敗は許されないんだ。連れの面倒を見られる人がいないなら俺は絶対賛成しない。坊ちゃん、だったらあの人に頼んでみるのはどうでしょうか。あの人、そうか、あいつがいたな。おい、面倒を頼める当てならあるぞ。わかったな。この部屋で休んでいる彼の弟子を頼むぞ。私がですか。何か不満でもあるのか。いえ。これで問題なく神殿に向かえるな。はい。お前たち二人はすぐに司教様を連れて出発しろ。はい、了解。何をしている。司教さんも疲れたみたいだったからちょっと休憩だよ。よく言う、君が神殿を見たいと言い出したからだろ。休んでいる暇はないはずだ。出発するぞ。あ、はい。待て。何か。モンスター。待ってろ、今助ける。待て、ジョブス。今は司教様の護衛を優先するぞ。彼を戦いに巻き込むわけにはいかない。バカ言うなよ。よく考えろ。私たちは司教様を神殿までお連れするためにいるんだ。何考えてんだよ、そんなの関係。従え、ジョブス。大丈夫なのですか。問題ありません。今のうちに行きましょう。必ず助けに来るからな。それまで生き延びろ。あいつらは言ったようだな。サシャル、準備はいいか。ええ。本気で行くぞ。重傷だ。こがはずれに弱いようですよ。任務を見届ける必要がある。僕たちもストレイライズ神殿に行くぞ。ご無事でしたか、リオンさん。よかった。今から助けに行こうと思っていたんだ。無事に決まっている。リオンさん、それにあなたたちも司教様の護衛ご苦労様でした。弟子のことや森でのこと、あなたたちには本当に感謝します。ありがとうございました。あなたたちが立派な隊長になることを期待していますよ。では私たちはこれで。立派な隊長か、こういうのもなんか気分いいな。そうだな。しかし隊長になるのが君と決まったわけじゃない。なんだと。おい、やめろ。これでお前たちの任務は終わりだ。陛下へご報告だ。セインガルド城に戻るぞ。無事任務を終えたようだな。うん、よくやった。司教はこれからのストレイライズ神殿立て直しに欠かせない人物だ。その足がかりの一つを作ったこと、誇りに思うがよい。それでリオン、二人はどうだった。はい、
今からそのご報告をいたします。まずジョブスとウィル、それぞれの特徴を挙げるとするなら、ジョブスは常に人間を見ており、仲間や依頼主のことを優先して考えます。これは優れた先導者になる資質であると考えます。一方ウィルは常に任務を優先して考えます。自分たちは何を求められているのか、何をしなければならないのかを理解しています。これもまた優れた軍人に不可欠な要素であると考えます。うん、我々もほぼ同じ見解だ。ではリオン、お前の答えを聞かせてもらう。ジョブスとウィル、隊長にふさわしいのはどちらだ？私はジョブスが隊長にふさわしいと考えます。その考えを聞かせてもらおうか。任務よりも仲間を選ぼうとするのは一見軍人としての不安に思えますが、逆です。ジョブスの仲間を思う気持ちこそが任務を成功させます。どういうことだ？私は先日の世界を回る任務で学んだことがあります。それは仲間と共に任務に立ち向かっていくことです。敵が強大であればあるほど信頼できる仲間が必要なのです。ジョブスのような軍人こそが軍にとっての利益になると考えます。これは個人的な意見ですが、ジョブスになら戦いの中でも私は背中を任せられる。うん、そうか。ではリオンの決定通り、ジョブスを隊長に昇進させることとする。本当に俺でよかったのか？僕の決定に不満でもあるのか？いや、そんなんじゃねえけどさ。ウィルのことは気にするな。あいつも必ず隊長になれる器だ。そうか。本当にありがとうな。俺、あんたみたいになれるよう頑張るぜ。あとよ、背中を任せられるっていうの嬉しかったぜ。ジョブスよ、隊長としての派遣先はすでに決定している。厳しい場所での任務になるが期待しているぞ。はっ。それではこれで失礼します。うん、次も頼んだぞリオン。お帰りなさいエミリオ。ただいまマリア。お夕食の準備をしているのでもう少し待っていてね。それじゃあ今度こそマリアも一緒に食事をしよう。またそのようなこと言って、朝もダメだと申し上げたでしょ。冗談だよ。それじゃあ僕は部屋にいるよ。はい、準備ができましたらお呼びします。うん、頼んだよ。お料理いかがですか？とても美味しいよ。そうですか。それは今日のコックも喜びます。今日のコック、いつもの料理長じゃないのかい？ええ、料理長が体調を崩されたので今日の料理私が作ったのよ。すごいじゃないかマリアン。料理長に引けを取らないよ。まあそんなこと言ってくれるのはエミリオだけよ。そんなことない、事実だよ。ありがとう。では明日の買い出しもしっかりやらなくてはね。買い出し？料理長がお休みの間私が買い出しとお料理をさせていただくの。買い出しか、僕も付き合おうか？いえ、いいですよ、町を一回りするだけですから。いや、そういうことならなおさら付き合うよ。マリアンがしっかり仕事をしているか僕は見なきゃならないからね。まあそれではお断りできないわね。待たせてしまってごめんなさい。朝のうちに終わらせようと思っていた仕事が終わらなくて。気にしていないよ。それにそれほど待っていないさ。それじゃあどこから行くんだい？まずは道具屋行きましょう。
な仕事だな。どうしたんだい、マリアン。この海は私がお屋敷に来た時から何も変わらないのね。でも変わったものもある。荷物を持ってくれるエミリオ、軍人さんと話しているエミリオ、正直驚いたわ。エミリオ、いつの間にか大人になったんだなって。なんだいそれ。そうだエミリオ、後ろ向いて。え、どうして。いいかな。ほら、背だっていつの間にか私より高くなってる。あの小さくていつも私の後をついてきたエミリオはもういない。マリアン、いつまでもあなたのことを子供のように見ていてはダメね。私は今後一切あなたのことをエミリオとは呼ばないわ。私がお仕えするあなたはリオン・マグナス様ですから。急に何を言い出すんだ、マリアン。分かってください、リオン様。これは私のけじめでもあるのです。私の母親役はもう終わりです。あなたはもう十分立派な男性なのですから。分かってくださいますね。分かった。風も冷たくなってきました。そろそろお屋敷に戻りましょう。坊ちゃん、大丈夫ですか。なんだろう、とても不思議な気分なんだ。もうヒューゴの力がなくとも誰もが僕を僕と認めてくれる。そしてマリアンも体の奥から震えが来るんだ。これは一体。それはきっと望んでいたものを手に入れた時の喜びですよ。僕にもかつてそんな経験があります。そうか、僕は望んでいたものを手に入れたんだ。それでスタンのやつ、僕に変なこと言うんだ。僕を大切な友達だってさ、変だろ。その話もう何度もお聞きしましたよ。それにいつも楽しそうに話されますね。そんなことないだろ。さあ、お茶のおかわりどうぞ。ありがとう。それにしても昨日帰ってから随分とご機嫌でいらっしゃいますね。それはマリアンのお茶がいつも最高だからさ。失礼します。リオン様に至急の任務をお伝えに上がりました。わざわざすまないな。それでどういった任務だ。私も詳しく聞いておりませんので。国王のもとへお越しください。わかった、すぐに向かおう。それでは失礼します。ということだ、マリア。はい、お気をつけて。あ、そうでした。ん？本日ヒューゴ様がお屋敷に戻られるそうです。ヒューゴが？どうかしましたか、坊ちゃん。いや、ずいぶん見ていなかったと思っただけさ。それだけだ。それじゃあ行ってくるよ。行ってらっしゃいませ。